小山です。今週がですね、僕は香川と石川にまたセミナー行くんで、ちょっと取りだめてます。なのでちょっと服装も同じだったりテンションも同じなんですけど、ちょっとそこはご容赦ください。はい、また今日も早速質問に答えていきます。公認会計士になった後の起業や様々な副業の際に使うような知識はどのように得ていましたかというご質問が来たので、それに答えます。僕のね、動画で、僕は会計士を軸にいっぱいね、会社をやってたり事業をやってるよってことで、もうそういうふうにね、どうやって知識を得てるんですかっていう質問でしょうね。これは一番の特徴が、雇われ会計士じゃなくて自分で独立してますんで、そっからなんでしょうね。この人からしたら起業してますんで、起業どうやってんので、さらにハードル1個上で副業、さらに複数の業ですね、どうやってるのっていう質問だと思うので、それに答えます。で、結論なんですけど、まずある程度僕もアンテナ張ってるんで、知りますよね。知ったり聞いたり見てやりますと。で、情報なんですけど、まずそういうふうにアンテナを張るってことですね。アンテナを張るっていうか、興味があれば自然とそのワードだけ聞き取れるようになってくると思うんですよね。例えば公認会計士目指してるってなると、やたらとその情報が目につくようになると思うんですよ。ヤフーニュース見てたりして、テレビ見てたりしても、その情報だけはなぜか耳が立つというかなると思うんで、僕は常にそういうビジネスだったり企業だったり、その何かしらね、いつもと違うことに関しては、耳を立てるようにしてて、で、企業に関しても、もともと僕が公認会計士を取ったのが、企業に必要なのが会計、経営、語学、IT、そういったスキルがいるって時に、会計士っていうのは、すごい会計っていうのは、めちゃめちゃいいなって思って取った経験がある、経緯があるので、そもそも僕が起業するために会計士を取ってるっていうのは結構ミソではあるんですけど、どうやってもね、やりたくてもできない人がいっぱいいると思うんで、どういう風にやったかっていうと、なんで僕は当然なんですけど、元から起業のアンテナが高かったわけですよ。会計士やりながらもね。で、5年10年勤めてから独立しようかなとは思ってはいたんですけど、そういうアンテナがやっぱ高かったんで、2、3年で、要は結果僕4年目とかで辞めてるんですけど、2、3年の間にいろんなことを吸収したと。で、いろんなね、細かい話はあるんだけど、今回言いたいのは、そういうふうにアンテナを張ってるんで、知ったり聞いたりすることめっちゃあるんですよ。で、次に大事なのが、それを鵜呑みにせずにですね、次自分で調べたり、一つの一元的な情報だけじゃなくて、二次情報、三次情報っていうのは僕は取りに行くようにしてるんですよ。何かっていうと、もう一つ起業、例えばじゃあ何でもいいですよ。会計士として起業って聞いた時に、僕はじゃあその情報、テレビ、ネット、本でも何でもいいんですけど、それだけじゃなくて、そのテーマについて他の人に話を聞いたり、他の角度からとにかくいろんな情報をめっちゃ集めるようにしてるんですよ。そうすると、そのテーマに関してはある程度納得感いく自分なりの理解っていうのを得られるんですね。得られる。で、これが何かというと、まず知ってるところから自分で覚えたり理解できてるゾーンまで来てるんですよね。じゃあそこからがすごい一番重要だと僕は思ってるんですけど、もう次僕何してるかっていうと、もうやっちゃうんですよ。やっちゃうんです。何かっていうと、当然ですけど01の段階なんで経験もないです。いや、うまくできたっていう、当然自信もないんだけど、当然ですけど、じゃあそれを一生議論してても答えって出ないんで、どうするかっていうと、まず僕はやっちゃうんですよ。で、次はどうするかっていうと、一回やってさえしまえば、当然ですけど、もう一回やってるんである程度の経験値はできてるっていうのと、新しい環境に身を置いてるので、またいろんなソースデータが集まるんですよね。やった人の中での出会いのデータとか、いろんな人との交流で、情報をもらえたり、あとは協業できたり、教えてもらえたりっていうのがあるんで、またできますよね。で、できたら次僕が考えるんですよ。考える。じゃあその知って理解してやってみて、で、今現状どうだと、うまくいってるのかうまくいけてないのか、あとはいけてる部分といけてない部分、もういろんな話があると思うんですよ。を、冷静に分析したり、あとはやっぱり、出会いをね、出会いっていうのは人生を加速させると思うんですけど、いろんな出会いを通じて、もうちょっとこうしたら良くなるんだろうかとか、今続けてることって実は将来的にはこれって微妙なんじゃないかとかっていうのを考えて、もう一回アクションするんですよ。アクションする。っていうのをずっと繰り返してるだけです。なので、企業ね、自分で会計企業っていうふうに、こういうふうにやっちゃって、やってると、またそういうふうにアンテナが立ってるんで、また複数のビジネスですね。別に会計士だからって会計業務しかやっちゃダメなわけじゃないんで、アンテナ張ってたり、お客さんと話したりすると、いろんな話が来ると。で、その中でまためちゃめちゃ調べて、まずやってみると。やってみる。で、これが一本立ちできそうってなったら、人に預けて、従業員に任せたりとか、他の人に任せたりして、また考える。っていうのをやってみてるんですよね。よく僕がこれ言ってるんですけど、今のだけ聞くとね、なんか PDCA を回してるのかってよく聞かれるんですけど、そうですね、似てるんですけど、僕がよく言ってるのが、近く行動っていうのがあって、近く行動ってよく、勉強の世界とか企業の世界でも言われるんですけど、多くの人、何かというと、結局、やらない人の特徴がなんですけど、近く行動なんですよ。近く行動。どういうふうに書くかというと、知って、
覚えて考えて動くって書いて、これ近く行動。あくまでね、響きだけだと近く行動、知って覚えて行動してるんで、なんかうまくできそうってイメージがあるかもしれないですけど、実は近く行動している人っていうのは大抵の人は結果を出さないです。というか結果が出ないというか、結果を出すまでの行動が起きないです。まあ、考えたらわかりますね。知って覚える、これが近くですよね。まあ、ここまで僕と一緒ですよ。知って覚える、ひたすら勉強して、あ、これできそうだと。で、次ほとんどの人がやっちゃいがちなのが考えるんですよ。例えば、いや、これってリスクだよな、嫁子供がいるしとか、いや、これってリスクだよな、もうせっかく大企業に就職したのにとか、あ、これってリスクだよな、初期投資いるしとか、こういうふうに知って覚えてやったこともない知識で考えるんですよね。で、一番ダメなのが、やったことない友達同士とか人脈同士で議論しちゃうんですよ。で、こう考えるんですね。近く行動のこう考えるんですよ。こう聞くと分かりますよね。答えなんか出ないし、逆に言うとそこで出た答えってうまくいくはずないんですよ。なんでかっていうと、うまくいくんだったらもうみんな成功してるはずだから。本当はね、その集まったメンバーも、もっと言うと自分がですよ。できないんだから逆にやった方がいいんですよ。自分が結果出てなくてそういうふうにくすぶってたり、やりたいなっていうウォントがあるんだからやった方がいいのに、考えちゃうんで、結局昔の価値観というか今の自分を作ってる成功できてない価値観で答えを出しちゃうので、結局どう行動に行かないんですよ。動かないんですよ。やっぱやめたとか、もう一回考えようとか、一週間経ってもやりたかったらやろうとか、来年になったらやろうとか、もうとにかくやらないんですよ。で、僕が言ってるのは近く同行なんですよ。近く同行、知って理解する、ここまで一緒ですよ。覚えるまでは一緒で、どうまずやっちゃうんですよね。さっき僕が言った通りですよ。やっちゃって、そこで見えることっていっぱいあるんですよ。やらなきゃよかったも含めてですよ。これはこうしない方がよかったとかも含めて、いろんな生きたデータが集まるんで、それをもとにこうどうこうですよね。動いて考えるっていうのを、まあ、ひたすら繰り返してるだけ、全事業それをひたすらやってるだけとか、まあ、僕の人生がそうなんですよね。やりたいとか思って興味が出て知る、でやりたいと思って調べて覚える、でまずやっちゃう、でやってから軌道修正考えるっていうのを、まあ、これ多分全員言ってますよね。起業家っていうか、よくメディアに出てるね、堀江さんもそうですし、中田敦彦さんもそうですし、まあ大体、まあ孫さんとかそうですよね。まあ、とにかく動けと、っていうふうに言ってるんで、まあまずそんなスタンスでやってます。で、こういうふうに言われたらわかるんだけど、みんなね、近く行動になっちゃうんですよね。考える。語呂はいいんですけどね、近く行動って。まあ僕は近く同行っていうのやってて、まあ僕はね、いつもセミナーでこの話をするんで、じゃあ、語呂がいいのは近く行動なんですけど、僕が、じゃあ近く同行の方が当たりますけど人生にとってはプラスなわけなんで、どういうふうにいつも言ってるかっていうと、近く同行を別の読み方をするとですね、ともかく動こうって僕いつも言ってるんですよ。どういうことかっていうと、ともって知るですよね、かく覚えるですよね、で動く、で考えるをこうってあれば、だから僕がいつもやってるのって、もうとにかく動くんですよ。まずやってみると、でそれは無鉄砲にやっちゃダメですよ。僕みたいにそのともかくの知って理解してちゃんとリサーチはするのは大事なんだけど、それ以降はですね、もうともかく動くと、とにかく動くしかないとっていうところで、まずアクションありき、行動ありき、まあ、行動からしかね、当然ですけど結果生まれないし、気づきは得られないし、学びも得られないんで、ってことで、まあ、ともかく動こうっていうのをぜひ皆さんにもこれを機にね、知ってもらいたい。これ勉強もそうですよ。ともかく、まあ、勉強やりたいと思ったならやってみるしかない。でとにかくやりたいと思ったら試験までたどり着くしかない。とにかく行動しかその結果を引き寄せられないと思うんで、まあ、とにかくね、皆さんも動いて、とにかく行動して、でそこから考えればいいし、まあ、メンターだったり先生に聞けばいいと思うんで、行動がない人のね、質問って受けられないですよ、こっちも。だってやってないから、そもそもまずやってとしか言いようがないので、まずね、動いて考えて、まあ、人によってはね、あのメンターとか師匠に聞いて、また改善していって、動く、考えて動く、考えて動くっていうサイクルにね、入ればいいんじゃないかなと思います。とにかく、だから、アンテナを張るんで、リサーチはめっちゃしますよ。とにかくいろんなリサーチはします。まあ、例えばセミナーだったら、いろんなセミナーの情報をひたすら集めます。で、あとはさっき言った通り、知識はそのようにしか得るしかないですけど、それ以上もそれ以下もないと思うんですよ。まあ、よりね、いいスクールに通うとか、よりいいセミナーを受けるとかってあるかもしれないです。インプットって意味ではね。でも一番大事なのは、それをある程度受けたら、自分なりに腹に落ちたら動く。とにかくやって、一発はもう絶対やっちゃう。なんで僕がやったのは、例えばセミナーだったら、もう会議室押さえちゃうんですよ、先に。押さえちゃってケツ決めてやるしかないんですよ。もうお金もったいないですからね。で、そのまでにグワーってインプットしまくって、もう間に合おうが間に合わないが、もうどっちでもいいです、それに関しては。もうとにかくセミナー当日を迎える。人が集まってようが集まってなければ、どっちもいいです、そんなの。もう一人でも来てたらいいんで。もう0人だとしても動画回しとけばいいですよ。っていうマインドセットなんですよ。で、まず一歩目やっちゃうんです。やってから、はい、考える。さっき言った通り、じゃあなんで1人しか来なかったんだろう、なんで0人しか来なかったんだろうっていうのを考えたりできますよね。なんで間に合わなかったんだろうとか、なんであの時ああいう風にトークしちゃったんだろうとか、
考えれますよね。だこのサイクルじゃないと多分成功ってありえないですよね。この1本目のセミナー動画動くがないと何も考えれないじゃないですか。なんでやらないんだろうしか考えれないと思うんで、やりたかったらって結局思い出して、まあいつかね情熱も消えて後悔というか、まあそういう負け癖がつく人生になっちゃうと思うんで、まあ知識云々というよりかまず動く、動いてそういうね、あの副業もそうですし起業もそうですけど、なんとかやってきてるっていうのが正直なところですね。はい、ということで今日の動画の解説は以上になります。またどしどし質問もお待ちしてます。では以上になります。ありがとうございました。